当たり前でしょっていう。すごいよ。何が論戦が？この親父、うん？論戦だよ。角栄さんのね、お部屋に一緒にいさせてくださいって言ってね、おっさんって修行のためにいいな、同じお部屋に。おらしてくださいって勉強するから。本当。うん、その割には出世せんじゃん。全かったよ、今まで。この人、改正なんて言うんだよ。知ってた。あ？改正高校。改正、うん、おー、東京出身で。出身は上わからない。広島あったんじゃない？岸田さん？知らんけど。秀才だね、本当のね。でも、面白くないね、あの人。面白くなくていいの。この茂木さんっちゅうのがなくなるかってもんだよ、これが茂木。ものすごいやり手なんですよね、東大の経済で。でね、物価をね、物価がもたもたしてるってね、この人あんまり頭が良すぎてね、怒るんってみんな。何しとんの、どうやすのって。